すべてはお客様のうまいのためにクオリティ&チャレンジのアサヒビールとマツダの提供でお送りします。北海道網走、吹きつける風は寒さを通り越して痛い。酒井さんは寒いのは苦手ですか？できないですよ。宮崎の出身なので。俳優酒井雅人35歳、芝居の現場を別のカメラで撮影されることに酒井は初め難色を示した。単純に恥ずかしいんですよね。ここで例えばなんかわーって脅かそうと思って、ここでこっそり映し、こっそり近づいてる様をこう撮られてるみたいな。なぜ今回その上演したり受けていただけたんですか？本当は絶対面白くないと思ったんですよ。あんまり情熱ないし。だけどあるんじゃないかっておっしゃったでしょ。だからああそうかと思って、ダメでも僕のせいじゃないしな。去年の暮れから今年にかけ映画賞は総なめ。今最も勢いに乗る役者の一人。強いて言えば疲れた。5年前、大河ドラマ新選組で大使山上圭介を演じて注目を浴びた。沖田君、あの篤姫では将軍徳川家定のエキセントリックな演技が評判を呼ぶ。危ないではないか。雑誌取材は引きも切らず。まあ最初はじゃあ追加を動かすのかな。そうですね。褒めていただくのは嬉しいですが、不機嫌にすら見えるぐらいの気持ちというか。どうリアクションしてか分かんない。そうなんですよ。そんな酒井と最初に出会ったのは映画のロケ先だった。久しぶりだね。お久しぶりでございます。ご活躍で。どうでもないですよ。タバコを吸うことを伏せたがる有名人は多い。でも出番を待つ酒井はそれを隠そうとしなかった。今歯が痛くて。イライラしてるんですよ。歯が歯間過敏って言われてるんですけど、ずっと左なんですけど、でなんかこのイライラ早見に使えないから。アーミー光一役酒井雅人さんです。よろしくお願いします。ストーン。役どころは救命救急の最前線で戦う医師。過酷な仕事に追われる男のリアリティを出すために自らの意思で7キロ減量したという。この日も撮影中口にしたのは役柄のトレードマークでもあるチュッパチャップスだけだった。好きなお菓子を選ぶ。どの味が一番舐めやすかったですか？ストロベリークリームがいきます。コーラとラムネは飽きこないですよね。そうですね。これはあ、よかったら。どんな時も笑顔を絶やさない男の素顔を知りたかった。この日、酒井は病院にいた。本当に真面目にこれから準備しとかないと危ない。今これも資材投げて、我々資材投げるって。今や病院でも防犯グッズが必要な時代だし、そんな現実も含め酒井たちは救急現場の実情を学びに来ていた。本当に救急はとても苦しいと。でそれを映画制作の裏にうまくきっちり散りばめてほしいと頼むよ。命の最前線にいる医師の言葉は重い。逆に酒井は意外な質問をぶつけられた。ガーッともう
本当のお医者さんになりきるような感じで実際にやられたりしてるんですか。ジェネラル的にはそうですね、多分無理だと思うんですよね、それはね。でも今回ちょっと思ってるのは、なんとかだなんとかだみたいな感じでこう盛り上がるのはわりかしすぐ役者はそういうの好きな部類なのでできると思うんですけど、そうじゃなくてなんか淡々とこなしてる部分は淡々とこなしたりとか。勉強家で知られる酒井、彼が手にしていた映画の台本にはあちこちに細かなメモが書き込まれていた。シーンは合わせて80。中でもとりわけ書き込みが多かったのは処置室の下りだった。心臓が停止した状態の患者に対して胸を切り開き、直接心臓マッサージを施す医師。これをどう演じるか。リアルであることとリアルさを伝えることには落差がある。はい、よければ本番お願いします。はい、本番。その落差を埋めるのが優れた役者の仕事かもしれない。大動脈遮断左遷する。ラインください。はい、だがなぜか酒井は笑いをこらえていた。おい、はい、はい、ボルト、はい、お、え、大動脈を遮断する手袋を遮断する。多分珍しいミスだった。おい、はい、オッケー。はい、遅くまでお疲れ様でした。いただきます。撮影終了は夜中の2時。翌朝8時半にはまた現場だ。取材スタッフの娘が芝居に興味を持っているという。心よくサインに応じながらこんな一言。道ですか。個人的には止めます。お疲れ様でした。すいません、今あのサインされた時に演劇の道を進むと言ったら、あの個人的には止めますとおっしゃってたんですけど、演劇何が厳しいですかね。だろう、自分で決められることが非常に少ないですよ。うまくいくかいかないかって人様の意見が、なんていうのかな、ボールだけでこう進める距離じゃないんですよね。なんか風が吹かないとダメだし、潮が出てこないとダメだし、それも自分ではどうしようもないし、だけど自分が必死にボールを追い続けることしかできないわけで、非常にそういう意味では大変な職業なのかなと思います。1973年、宮崎の生まれ。本人曰くごく当たり前の家庭だったそうだ。3人兄弟の長男は少年時代から読書好きだった。目を留めたのはなんだか難しそうな本ばかり。持ってる本で一番好きな本ってあるんですか。何度も読むのは司馬遼太郎とカラマーゾフ。司馬遼太郎の中では街道行くっていうエッセイ集があって、それはなんか読みますね。選ぶポイントみたいなのって、なんか飲みながら読んで、わかんねえよって言えそうな。ちょっと難しい。難しいです。読むんでしょうね。漫画とかは読まない。漫画はよくわからないですよね。
趣味できないじゃないですか。買い方がわからない。今日はまとめて7冊。中学時代に出会った演劇の専門誌が酒井の人生を決めた。宮崎の少年が感じたのは、当時東京に巻き起こっていた小劇場の旋風だった。憧れを募らせた酒井は高校入学と同時に演劇部に入る。演技を教わった宮崎の演劇人とは今も交流を続けている。4年前には共にこの地で舞台に立った。仕事として引き受けた出演ではなかったため、その映像は封印されてきた。つまり門外不出のお宝映像。審査員もやったんですけど、佐田君たちが作る作品っていうのはちょっとこうレベルが違ったって私は思ったんですね。あ、センスのいいものを持ってたもんですから。で、結局私の記憶では2回九州大会に送った記憶が残ってるんですけどね。小綺麗な人ばかりなんですよ。宮崎の演劇青年は早稲田大学に進学する。だが演劇部の門を叩くことをためらった。入ったら演劇やりたいなと思ったんですけど、演劇始めたら多分中退するだろうなとも思ってて、入学してゴールデンウィークまでちょっと悩んで、でゴールデンウィーク明けた5月6日にここに入ったんですね。結局芝居が放つ磁力からは逃れることができなかった。教室に通わずこの部室に通った。ラビリンスでしょ。で、僕らの代です。看板なんです。あ、そうなんですか。はい、看板ないねって話して作ろうかって言ってた。早稲田大学演劇研究会。古くは森重久弥や小沢昭一、80年代には大上庄司などを輩出した演劇集団。とてもこう親近感がね、湧きますよね。こういうことをやってたんだな、僕は。案の定、大学は3年で中退したが、演劇研究会には6年間在籍した。あ、でもすごく綺麗になってますね。今日綺麗ですね。よかったよかった。でも布団増えたね。どんどん増える一方。よかったですね。これ何度寝泊まりさせられたことか。早稲田時代、酒井は劇団東京オレンジの看板役者として演劇ファンの注目を集める。けれど芝居だけで食えるまでではなかった。舞台で実績を積み上げてきた酒井、しかし転機はテレビ出演とともにやってきた。経済的にバイトしなくて済むようになったのが、あの朝ドラ出てからですから。劇研を辞めて2年目。でも別にそれが下積みだったかというと、下積みって意識もあんまりなかったりするんですよね。後輩の方からすると酒井さんってどうなんですか。あ、やっぱり本当にいたんだなっていう感じでこう演劇界からテレビに行くっていうのはどういうステップなんですかね。何でしょうね。でもあんまその垣根はなくなってきてるような気がするんですよね。その少なくとも
ここのお芝居とテレビのお芝居で何かが決定的に違うかって何も違わないような気は僕はしてて、ああそう、うん、だから今やってるので面白いものがやれるんだったら別にテレビに出ても面白いと思うし。酒井は雑誌にエッセイを連載していた。待ち時間にはいつも決まって原稿を書き、超大作になりそう。最後だけされてるのなんか50回目で連載終了。最終回のタイトルは戦。撮影の合間、日露戦争を描いた長編小説坂の上の雲を読んでいる。戦艦三笠の作戦室にこもり、昼夜も別なく思考を続ける秋山実行の危機迫る姿を想像するとき、今演じている救命救急センター長の面影がいつの間にかそれに重なる。もっとも、今のところ二人のイメージはどちらもぼんやりしたものだ。それにしても今時手書きとは珍しい。手をね動かさないとなんか頭が働かないみたいです。ワープロとかは使わない？聖書はワープロなんです。そういうアナログな人間なんです。行きます、はい、適当に自己主張していいですよ。去年はこれ救命救急医たちを描いた作品はクランクアップした。 OK です。酒井にとって一つの戦の終わり。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。そして次の戦が始まる。人間強い俳優さんなんですね。お前もな。雑誌の対談で向き合った相手は俳優仲間の池田哲弘。盛り上がった話題は演技の在り方について。例えばさ、酒井君に憑依型じゃないじゃない、憑依型の俳優じゃないよね。松山ケンイチさんとか憑依型なのかな。あ、そうなんですか。わかんない、どうなんだろう。あれ憑依型っぽい俳優さんじゃないですか。なりきりですよね。憑依型の俳優にはすごく憧れがあるじゃない。あります、あります。だけどそうじゃないタイプの俳優の中でかなりしっかりと全ての時間を役に注ぎ込む人だなと思うんだけど、どうだろうな。どうでしょうね、憑依型でも本当憧れますね。憧れるよね。ならば酒井自身はどういうタイプなのか。今回何人かの方に酒井さんってどんな役者さんですかというインタビューをしてました。皆さん共通して出てくるキーワードがあったんですよ。その言葉って何だと思いますか。一言。普通とかそんなんじゃなくて真面目。真面目。ああそうですか。真面目って言われてどうですか。うん、真面目、真面目、うん、どっちとも取れますね。嬉しいとも取れるし、つまりそれは上から何かが降ってくるのを待たないパターンですね。憑依型と、なんていうのかな、こう自力型があるとしたら自力型だと思うんですよね、うん、だからよくやってるねっていうことじゃないですかね、うん、それはもうありがとうございます、うん、ただなんだろう、天才じゃないねって言われてる気もして、それはそうだなと思います。最近少しだけ分かってきたことがある。よく ドラマを再放送で見るじゃないですか。これで見て古臭い芝居してるなっていう方と、あれ今でも通用するぞっていう方のお芝居が素人目に見ても分かる気がするんですよね。それは正しい正しくない別として、それが一体何だろうっていうのはずっと考えてて、本当に最近だと2クールとかしただけでその嘘がバレちゃう俳優にとってはものすごく厳しい、なんていうのかな、時代になってるような気がして、じゃあ僕らが少なくとも2クール持つお芝居をするためにはどうしたらいいかって言ったら、その瞬間に嘘をつかないことしかもうないんじゃないかって気がしていて、その何キロ痩せたかっていう問題じゃなくて、朝ごはん食べずにフラフラの状態で行って
朦朧とした頭をチュッパチャップスの糖分で血糖値を上げて元に戻すっていう生活を一度やってみたときに、なんかそれはやっといてよかったなって気がしたんですよね。別に掴んだっていうようなもんじゃなくて。去年手にしていたメスは今年包丁に変わっていた。はい。次回作では南極観測隊の料理人を演じる。その準備。新たな撮影が始まるまでのインターバルはわずか3週間しかなかった、はい、その3週間で別人にならなければならない。じゃあ早速シーン102の動きからやってみます。はい、よーい、はい。異変に気づいたのは昼の休憩時だった。以前は食事風景を目にすることがなかったのに、この時は実によく食べた。ちょっと食べ過ぎて荒川市で散歩したいかと思って。坂井さん、一個だけ、お腹に何かそれ入れてるんですか？入れてないですよ。さっき後ろから撮ってたら、背中太りましたよ、ね。本当ですか？料理人っぽいですか？役柄は、妻と二人の子供を持つ料理人。温和なキャラクターを表現するために、体重を8キロも増やしたらしい。はい、じゃあもう一度出ていきます。はい、テスト。2月、網走でのロケ。冷え冷えとした現場で、そのこだわりにまたしても驚かされた。玄関の網走。トイレも一風呂。俳優坂井雅人は苦手な寒さと戦っていた。縛っていこうぜ。同じ笑顔ながら彼が醸す雰囲気がどこか違う。その理由はやがて分かった。ジェネラルの時はすごくヘビースモーカーのイメージがあったんですよ。今回全く吸ってないじゃないですか。今回、はい、今回ちょっとやめてるんです。完全に禁煙しようと思ってるんですよ。いや、停煙、あの、止めてるんですね。ちょっと今回あの料理人の役だから健やかな感じっていうのかな、なんか肌になんかちょっとぷくぷくした感じが出たら面白いなと思って。タバコやめたらどうなるのかなと思って。じゃあ次の役柄次第ではまたタバコ吸う？吸うと思いますよ。うん、やめられたらいいんでしょうけどね。役作りはどうやら全てに優先するらしい。はい、はい、それでは以上をもちまして坂井雅人さん、前編終了になります。はい、役で痩せたりとか役で肉体を改造したりとかいうのも、昔はそれでどうだと思ったりとか、今はわりかしそれはバラされるのが恥ずかしいですね。なんでだろう、なんか今ちょっと恥ずかしい気持ちなんですね。撮影の合間、坂井はしばしば腕立て伏せを繰り返していた。きっとこれも次回作への準備なのだ。カメラに気づいたその刹那、照れが覗く一瞬の素顔だった。